はい、皆様こんばんは。今日は2月の14日バレンタインデーの夜の、ボギーチャンネル、私主催の、ボギーテドコンでございます。今日は2月14日バレンタインデーということでございまして、まあ世の中はなんやチョコが飛び交っているらしいという噂があります。チョコが飛び交っているということでございまして、ただ残念なことに、我らが HK グループはどこにもチョコが飛んでこなかったという、そんなね噂が漂っております。まあこういった非常時にチョコなんていらねえやいっていう感じのね、 HK 仮面さん同じ気持ちの私ボギーテドコンでございまして、今日は皆様がいただきますチョコのアイコンで満足していこうかななんて思っておりますよ。はい、まあでもチョコも食べ過ぎますと血糖値上がりますんでね、あのほどほどにした方がいいんじゃないかと思います。本当に皆様からチョコの連発ありがとうございます。さて昨日、夜の11時12ちょっと前に、東北の方でね大きな地震があったということで、また例の、はい、東日本大震災の、まあ、再来かと思ってかなり私心配もしておりました。まあ、これがね余震であって本震がもっと大きいのが来たらどうしようっていうふうに思っていたんですが、まあ、今のところ最初に来た大きな地震以上に大きなのは来ていないということでございまして、まさに昨夜の地震被害に会われたすべての方々に、まあ、お見舞いを申し上げますということでございます。はい、やはり被害はね、まあ人的被害はなかったとはいえ、それってやっぱり東日本大震災の後にね、何かとやっぱ対策したことが功を奏してるんじゃないかというふうに思います。多分同じ規模の地震が沖縄に来たらまず間違いなく大きな被害出ます。なぜかと言いますと沖縄っていうのは、地震がねほとんどないということでございまして、復帰前の建物どころか、例の姉波事件以前の建物っていうのは本当に結構よれよれのがたくさんございます。特に沖縄っていうのは土地があまりないもんですから、1階をね下駄履きにして駐車場にしてるお家が結構あるんですけど、その下駄履きの支柱が本当にね細いところがいっぱいあるんですよ。あれって揺れたら間違いなくポキッといくだろうっていうのがね、たくさんございます。街中見ていましても、古い建物に至っては、このコンクリートの砂を海砂使ってるもんですからひびがまあ入ってるということでございます。そういったねひびが入ってボロボロになってるやつが、縦揺れ横揺れ今回の地震のようなものを食らったら多分ひとたまりもなく沖縄県のあちらこちらで大きな被害が出ると私は思っております。沖縄は地震がないから安心ではなくて、来たら大きな被害が出るよというのが私の考えでございまして、まあそれに備えてですね、やはり人の命を救うというそういった救命インフラっていうのはきちんと整備をしておくべきであり、まあ、そんな中で、まあ、普天間基地のね、はい、普天間基地の、いわゆる救難センターとしての活用なども本当に真剣に考えてもいいんじゃないですかね。はい、ということで、まあ、今のところ人的、ね、死者が出たっていうことはないっていうのが、まあ、本当に不幸中の幸いではありますが、まあ、これからどん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 物的被害についてはね、報道されていくんじゃないかと思います。まあ、そういった中で、台湾。はい。台湾の方からメッセージが届いておりまして、福島県と宮城県を中心とした震度6強の大きな地震が発生しましたが、日本の皆さんが無事でいることを信じています。今まで何度もお伝えしてきましたが、これからも日本を応援する気持ちが変わることはありません。日本の皆様にとって支援が必要であればいつでも台湾は駆けつけますと。いやー、こ
ってもう嬉しいじゃないですかね。こんなにね日本のことを思ってくれる国をね、はい、冷たい塩対応をして日本に対してね、はい、いわゆる、侮蔑と脅迫とゆすりたかりばっかりをする、徳和三国という国に対してね、へつらい、そしてお金をね積んで、一体日本という国は何をしてきたんですか、ね、もう堂々とね、台湾と国とねしてお付き合いしてもいいんじゃないかというふうに思いますよ、ね、前回の東日本大震災の時にも、台湾は多大なやはり貢献をしていただきました、まあ、それに対して日本側のねあの対応というのはどうだったでしょうか。やはり隣の中共を気にしてですね、こんなに台湾がもう兄弟としてね、もう本当に真心込めて接してくれているのに、日本の方は中共の方をちらちら見ながら塩対応しかできない、それって本当に情けないななんてね、私は思っておりますよ。はい、ですからもっともっとやっぱり日本っていう国は台湾をね大切にすべきではと思っております。さしてそしてね、同じ地震について別な言葉をね紡ぐ方もいます。これでございます。はい、日本共産党沖縄県議の島袋さんですね。はい、島袋健雄さん、もうちゃきちゃきの共産党でございますよ。はい、ね、お見舞いの言葉一応発してますけど、これにこんな言葉をくっつけました。地震が起こるたびに原発の心配をしなきゃいけないなんて、原発いらないって。あのね、まあこれだけじゃないですよ。被災地のことを心配してるツイートも島袋さんやってるんですけど、これで全部ぶち壊しなんですよ。今ね、被災地の方々にとって必要なのは原発いらないというシュプレヒコールなんですかね。いやー、私思いますけどね、例えば沖縄が未曾有の災害にぶち込まれた時にですよ、ね、沖縄のことを助けようとはしないで基地いらないなんて外から言われたらどんな思いがするんですかね。今ジッシーさんが原発になんて意識いかないと、あの原発よりもっともっと気にすべきとこいっぱいあると思うんですよ。それにこういった時にね、自分自身のその薄汚い反原発イデオロギーをわざわざこの震災の時にね出すっていうのは一体どうなんですかね。そうですね、ネムチーさん、あのお見舞いだけ言っときゃいいのにと。本当にね、お見舞いだけ言ってりゃそれでよかったと思います。しかし必ずこういうのくっつけるんですよ、共産党っていうのはね。結果的にそのお見舞いっていうのも本心からではなくてですね、あのいわゆる自分たちの主義主張を披露する、ね、舞台として被災地を利用してるんじゃないかというふうにしか見えない、この島袋さんですね、島袋健雄さん、本当に恥ずかしいですよ。こんな非常時にこんなねイデオロギー丸出しのツイートやってね、もう沖縄県民の恥をねさらさないでいただきたいというふうに私は思ってますけど、いや本当にもってね、あの恥ずかしい。さてまあ恥ずかしいといえばね、共産党以外にもこういった政党もございますよね。はい、社民党でございますよ皆さん。社民党、はい、あまり食べ過ぎると血糖値が上がる社民党でございますね。はい、あの血糖値どころか、うん、命寿命まで縮むかもしれない社民党という、はい、食べ物でございますが、まあ今度沖縄の社民党なんと分裂しました。はい、立憲民主党の方に90名ぐらい行って、旧態依然の社民党に60名ぐらい残ったんですかね。まあでも沖縄では不思議なことに社民党というのは人気があるんですよ。
人気が、あの平和の党とか言われてね、本当に人気がある。社民党というだけで、あ、いいことをやってる人たちじゃないのと思われる、そんな素地が実はあるんですけど、それがまあ分裂によってね、ちょっとこれからどうなるのかっていうのは見ものだと思っております。さて、社民党といえば共産党ともともと仲が悪いですよね、皆さんね。社民党って共産党と仲が悪い、もともとはですよ。でもそれってね、沖縄の反基地運動の現場でもやっぱり如実に現れています。例えばですね、辺野古のキャンプシュワブ前のあの薄汚いバラックのようなテント群、あれは実は社民党系なんですよね。ところが海側に行ってね、海をあの不法に占拠している人たちは共産系でございますよ。共産系。はい。そして、高江のあの、あそこの薄汚いテントがたくさんあったんですけど、そこに作ってる人たちは、共産系の方々が多かったんですが、社民党系の方々は、その高江のね、かなり奥地に国有地を勝手に占拠して、違法テントを作り、まあそこにたむろしていた人たちが防衛局員を襲った動画が流れたのは、皆さんにも記憶に新しいところではないかと思います。さて、この社民党、沖縄ではなかなかしぶとく生き残っておりまして、社民党唯一の、選挙区の議席をね、持っているのも沖縄2区だったりするんですよね。まあ、その2区の大先生があのね、オスプレイのヘルメットかぶって大喜びのテリア監督先生っていうのが非常に笑わせていただけるんですけど、本人は結構ね、結構いい人ですよ。思想信条別としてね。はい、そのように思っております。そういった中で沖縄本島南部で非常に素敵な看板が発見されました。はい、これでございますよ。はい、関西生コン正義。はい、関西生コン正義。反射と火消し。なんかちょっと切れてますけどね。日本共産党ということで、いや、この人共産党の味方なのか何なのかちょっと意味がわかんない。さあ、でもちょっと離れてみるとこんなこと書いていますよ。日本共産党系は悪さして知らん顔かと。はい。厚顔無恥、日本共産党、日本共産党、人命より金の共産党ということで、焦げ臭い看板ですよね。はい。まあ、こういうふうに共産党嫌いだから皆さん、この方、チャキチャキの保守なのかなと、思わず思っちゃいますよね。ここまで共産党嫌いってね、塀に書いてたら、それはやっぱり、保守じゃないのなんて思ったりもするんですけど、非常に雲行きが怪しい。はい。こっちにも書いてますね。なんて書いてあるんですか？プレジデント・バイデン、ザ・ペイン・オブ・沖縄・アンド・ザ・ピーポー。うん。意味がわかんない。ね。そうですね、セイラさん。保守はこんなことしないはずなんですけど、やはりというか、やはりでございました。これでございます。辺野古新基地反対同盟。成田闘争三里塚芝山連合。何ですか、この。成田闘争だそうですよ、皆さん。三里塚。いやー、これってすごいですね。はい、それから、ブラック解放同盟。今、カータンさんがズバリと書いております。旧社会統計ということで、実施さ、おいおいということで、いつの時代だからね、成田闘争三里塚、芝山連合。いやー、沖縄に連合とつくのはね、アジア連合とか、何々レーシング連合とか、暴走族が連合っていう名前よく使うんですけどね。そうですね、改めさん、この方多分、
もうチャキチャキのね、社民系の方でございまして、いわゆる、青春時代をね、成田闘争でね、過ごし、血、湧き、肉、踊る、そういった活動をしてきた人の慣れの果てだというふうに思いますが、沖縄本島南部のね、ある路地に、このように、はい、書いておりまして、そして、お家の佇まいも非常に素晴らしい。これ沖縄ですからね。はい。ジッシーさん、いつの時代やと。関西地区生コン支部。生コン支部だそうですよ。はい。それから三里塚芝山連合空港反対同盟。いやー、すごいですよね。沖縄に生きているんですかね。はい。そして、ウチナーンチュマキティナイビランドっていうのはこれ社民党のテリア監督先生の言葉でございますよ。いやー、しかしね、沖縄に三里塚の残党がこんなしてね、そうですね、森美彌子さん、まさにアジトでございまして、カータンさんがね、書いてますけど、関西生コン、全労協系社民党の残党ということでございまして、もうね、昔の社民党系はとにかく共産党が嫌いで嫌いで仕方がない。ね、一緒になんかできるかっていうふうにやってたのが最近オール沖縄なんて言って、ね、枕を共にしているんですが、まあそういった中で生粋の、カチカチのね、旧社民党系の方々は共産党なんかと一緒にできるかっていうことで、このように家の周囲のブロック塀にアートをね、書き、必死の抵抗をやっております。気分は多分、成田闘争のね、闘争小屋の気分になってるんじゃないかと思うんですけど、まあ当然ながらそういった時代を生き抜いたということは御年もだいたい分かってくるんじゃないですかね。はい、これをね、撮影してきた方々はもうとにかく香ばしいということでございまして、本当に困ったもんだなというふうに思いますが、まあ、皆さんもぜひまた見学の方行ってみてもいいんじゃないですかね。はい、ということで次のニュース、はい、次のニュースはこの方のニュースでございます。まあ誰とは言いません、トランプ大統領なんですけどね。まあエルドリッチ博士も今回のアメリカ大統領選挙はアメリカ人としてあまりにも恥ずかしいということでね、今回、論文をね、発表しております。まあそういった中でアメリカ大統領、トランプ前大統領の弾劾裁判が行われ、民主党がね、議会で散々にもうトランプ大統領を叩きまくっていましたが、その結果が出ました。はい、トランプ大統領は無罪と評決で弾劾裁判は終了したということで、はい、民主党によってね、弾劾裁判にかけられていたトランプ大統領、議会上院で、評決の中で裁判無罪ということで弾劾裁判は終了したということで、なんと身内である共和党員の中から7名もね、はい、7名も造反者が出たということでございまして、いやいや、この方々ってもしかして、はい、中共になんか、どっか握られてるのかな、なんてね、思ってしまいます。まあでもトランプ大統領、もうこれで晴れて無罪となったっていうことは、今後何らかの動きがやっぱり加速してくるんじゃないかというふうにね、思っております。はい。まあ落選してるから終わりにしたのではとあるんですけど、民主党にとってはとにかくトランプ大統領をね、社会的に抹殺したかった、まあ、そういった意図をやっぱり感じざるを得ないですよね。はい。いやー、しかしね、これ本当にまあ今回無罪になったっていうことで、今後何らかの動きやっぱり出てくると思いますよ。はい。まあ私アメリカに行ってるわけじゃないんで、あまりわからないんですけど、また現地からの情報などをね、いろいろまあ分析し、自分なりに理解をしていこうかなと思っております。はい、ということで、
トランプ大統領のニュース、沖縄にも何らかの影響は出てくるかもしれません。さて、まあ、ここに出てきたのはなんやボギー中佐のような猫でございますね。はい、ボギー中佐のような猫でございますが、まあ、実は沖縄、旧正月でですね、特に糸満近辺ではお正月をね祝っております。まあ、中国ではね春節なんて言うんですけど、沖縄では旧正月、はい、旧正月っていうことで、糸満方面では旧正月でお祝いをしているところが結構あります。なぜこれをわざわざ持ってきたかというと、ここに写っているイラストの猫があまりにも誰かにそっくりなもんですからね、はい、体型といいね、顔つきといい、全くそっくり、もうおかしくておかしくて、ちょっと皆様に見せようかなと思ったんですけど、いや、あれほどね、本当に丸い猫にそっくりな人いないんじゃないかと思ったりもしますけどね、ついついこれをお見せしてしまいました。まあ、沖縄ではね、旧正月でお祝いするのは、まあ、糸満ぐらいなんですけど、まあ、武装、あの夜の旧正月というのは、やはりね、あの世では旧正月が本当の正月だと言われておりまして、まあ、旧暦を大事にする沖縄の文化、そういった中で旧正月が消えることはないかなと思っております。はい、ということで今日はね、恥ずかしい、共産党県議のね被災地に対するツイートをご紹介させていただきました。そして台湾総統の心温まる言葉、そして、この、はい、誰かにそっくりなこの絵でございましたね。で、沖縄にも、まあ、何らかの影響は出てくるかもしれない、トランプ大統領無罪、いろいろニュースはございましたが、今日の沖縄の動きっていうのはこんなもんでございます。ということで、今夜の放送これにて終了させていただきます。さて、これ誰に似ているんでしょうかね。はい、もう本当におかしいぐらい似ているんですよ。それもね、餃子を目の前にしてね、ニコ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 しているあの人にそっくりだなというふうに私思っておりますが、はい、いつかまた会ったら思わず吹き出してしまいそうでございます。では皆さん、また明日お会いしたいと思います。今夜もありがとうございました。